サンジュ、マリコは、小沢幸による日本の漫画作品。b e ラブにて、2016年12号より2021年7月号まで連載された。サンジュの高齢者を主人公に据え、高齢者絡みの問題を取り扱った内容が特徴。2021年3月発売の b e ラブ2 0 2 1年4月号では、連載80回を迎えたことを記念し、特製の メガネケースメガネ吹きを80人にプレゼントする企画が開催された。本作の前の連載作、後方の街は小沢の母の戦争体系をもとに描かれた作品であり、取材でたくさんの高齢者に会い、話を聞いたことからおばあちゃんを描きたいと考えた。最近の高齢者は小沢が読んだことのある高齢者のエッセイなどのように煩悩が離れていった仙人のような、 達観した生き方ではなく、自身の母も含めて、年をとっても人間的には以前と変わらない、年をとっても先人にはなれないということに思い至り、本作の執筆テーマの一つとしたとインタビューで答えている。主人公が80歳で、高齢者問題を描く本作は、現代的なリアリティがあり、現代社会の問題を凝縮していることから、好評を博している。 本作の読者は40代から70代の女性が中心となっており、これまで漫画の主要な読者層とは考えられていなかった、中高年以上に支持されたことが本作のヒットの背景にあると考えられている。期間5巻の時点での累計発行部数は25万。2018年には第42回講談社漫画賞一般部門を受賞した。 高田真マリコは80歳のベテラン作家。夫には先立たれ、息子夫婦と孫夫婦、ひまごと4世代同居している。自分が息子夫婦、孫夫婦から邪魔者扱いされていることを自覚した、マリコは30にして家を出て独立することを決意する。まず、マリコは民間賃貸住宅を借りようとするが、作家の仕事や年金の受給もあることから、 家賃支払い能力が十分あるにもかかわらず、高齢者ゆえの入居差別に遭い、住宅を借りられない。ホテル住まいも金がかかるということで、マリコはネットカフェ難民となる。黒という声の出せない捨て猫を拾い、黒に懐かれるマリコは、かつての作家仲間、ハットリジュンコの元夫、ヤ尾坂カシと再会する。かつて、マリコも八尾坂に思いを抱いていたこともあり、二人は、 やおさかの自宅で同棲を始め、マリコは黒を連れて、ネットカフェを引き払う。ある日、マリコは、新作小説の取材旅行をすることになり、やおさかの運転で、山梨県を目指すが、やおさかは高速道路を逆走し、交通事故を起こした。それによって二人の同棲が、やおさかの親族に知られることになり、マリコはやおさかから離れ、再び、ネットカフェ難民となる。 ネットカフェ店員の勧めでオンラインゲームをやっていたマリコは自分と同世代っぽいベテランプレイヤー知恵蔵と知り合い実際に会ってみて意気投合。知恵蔵が娘と住むマンションに黒ともどもお世話になることになる。新作の執筆に取り掛かっていたマリコだったが連載を持っていた文芸士群生から紙面刷新のため打ち切りを告げられる。ありがとうございます。